者前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、そこで止まれ。ミキューダ、あのミキューダなのか。この池、その者どもを近づけるな。セルド閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは置くとしよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための露払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。皆、油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの、兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々この衛兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだな。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここはメナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が墓石になることも珍しくなかった。大人たちはここを
怪物の口に例えていた。ええ、覚えているわ。でもそれももう昔のことよ。そうだ、岩に染みついた血の跡、よどんだ空気と刺繍、それらはことごとく過去のものとなって久しい。吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、今のメナンシアのダナ人には笑顔がある。すべてあなたがもたらしてくださったのです、ティオハリム様。なぜ今さらそんな話をするの、兄さん。私たちが手にしているものの価値について話しておきたかった。どれだけ閣下に感謝しているかもだ。だからなぜ。いずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを覚えておいてくれればいい。なんだ、ズーグルがいるぞ。見張りかなんかなのか。いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど。どういうことだ、なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい、ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。キサラの盾はシオンの銃と同じで何もないところから現れるんだな。レナの転送技術ってやつか。でもそれって動かすのに精霊術が必要なんじゃねえのか。もちろん私は精霊術は使えない。必要な精霊力はあらかじめ装置に組み込まれているんだ。私はただ操作しているだけだが、それで自由に呼び出すことができる。精霊力を封入した装置は別に珍しくないわ。ってことはダナ人でもレナの機械を扱えるってことか。だとしてもそれをダナ人に与えるなんて普通は考えられないことよ。誰にでもというわけではないぞ。ティオハリム様の芯を得た者だけが与えられるのだ。物で釣ってるだけじゃないの、リンメル。だって変だよこんなの。にわかに信じられないのは無理もない。だがメナンシアは生まれ変わった。それが事実だ。その通りだ。だからこそ私は。兄さん。いや、先走ったな。続きはついてからにしよう。
突進を止めてくれ。危ない。いくぞ。背中で光ってる。攻撃を受けてる。止める。超エンダナ。突進の私が止める。お願い。したら大丈夫か。攻撃を受けるぞ。作れないかな。
であるのみ。行くわよ。さらに打ち込む。やれるわ。クライアンは大声。行くわよ。もらった。攻撃。攻撃。よし、盾も鎧も傷はないな。まあな。しかしこの煙といい、ズーグ、これは私が生まれるより前なのは確かだ。多分何十年も経ってそんな長いこと掘ってるの。よく崩落しないものね。どういうこと？よし、出せ！雷神！傷はないな。
戦力増強だな。
はずじゃないわ。止められるよ。油断はしないでおこう。終わりだ。どういうと、上げろ。決めて。今だ。決めるだよ。気を抜くなよ。傷はないな。金属製の圧。どきなさい。行くわよ。まだ。レンガナ上流と。行くわよ。上げろ。超レンガナ。そこまでよ。いないよ。みんな移動。上流と。上げろ。そこまで。やめろ。やめろ。上げろ。決めて。どうにか倒せた。ミキューダを警戒しているのかね。心配せずとも部隊を働く男ではあるまい。
撃ち込め。決めてやる。に近づいたかな。超えることだってできるさ。いつも上出来ね。締めていこう。
腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。ここのようね。この奥に医療施設があるのか。行きましょう。こんな地底湖があったとはね。それで医療施設はどこにある？ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。彼らはどこに行ったの？我々の目の前だ。今まさに目の当たりにしている。どういう意味？ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか？違う。君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだったものだ。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれないが。この全てが。話が見えないぞ、ミキュウダ。その手は何だ？巨水？一体何の話をしている？これがあなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。あとにはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが巨水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナジンが。それを信じろというのか？精霊力を操る術を持たないダナ人の君の言葉を。鋭である。私も知らないようなことならば、最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実。これが証拠です。あなたの知らないところで大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。ミサ、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。
誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなればメナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は兄さん、すまないキサラ。だが閣下に信じていただくにはこうするしかなかったな。どの道もう私は長くはなかった。ティオハリム様を助けて、どうか私たちの夢を。やめろ。
大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが三木宇太の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鋭の地位など求めたことはなかった。それなのに鋭ブリガで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。
友の断末魔、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。その夢は、私たちに語りかけた理想は、あれが全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティオ・ハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。重責に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがよ。気が変わらないうちに。